RAF1 は人では、RAF1 遺伝子にコードされる酵素である。C ラフという名称が用いられることもあり、他にも RAF プロとアンコジーンセリン、トレオニンプロテインキナセ、ラフマイナス1などとも呼ばれる。C ラフはマップック、アークケールを構成し、ラスサブファミリーの下流のマップ、キナーゼキナーゼキナーゼ,キナーゼとして機能する。C ラフはセリン、 スレオニンキナーゼのラフキナーゼファミリーのメンバーであり、TKL グループに属する。最初のラフキナーゼである V ラフは1983年に発見された。3611MSV と命名されたマウスレトロウイルスから単理され、血脂類の繊維目細胞を眼細胞株へと形質転換することが示された。そのため、この遺伝子はウイルス、 インドストラピドリアッコセロレイテッドファイブローサーコマと名付けられた。一年後、鳥類のレトロウイルスメガヘルツにから他の形質転換遺伝子が発見されて v ミルと名付けられ v ラフと極めて類似していることが判明した。研究者らはこれらの遺伝子がセリン、スレオ人気なアゼ活性を持つ酵素を高度していることを示した。v ラフと v ミルの正常な細胞性ホモログがマウスと ニワトリの双方で、すぐに発見されのラフを意味する C ラフと名付けられた。これらも、成長や、細胞分裂を調節する役割を持つことが明らかとなった。現在では、C ラフは、最初に記載された、マプック経路であるアーク1、にシグナル伝達経路の主要な構成要素であることが、知られている。C ラフは、マップ3系として機能し、キナーゼカスケード全体の開始を担う。 その後の実験によって、正常な細胞性のラフの遺伝子も変異によって、メック1、2アーク1、2の活性を過剰に駆動する、癌遺伝子となることが示された。脊椎動物のゲノムには、ラフの遺伝子が複数含まれている。C ラフの発見の数年後、二つの関連するキナーゼ、A ラフと B ラフが記載された。人の使用の多くで、B ラフの遺伝子に発言性をもたらす。 ドライバー変異が生じていることが判明し、近年 B ラフに研究の焦点が当てられている。こうした変異は制御を受けない高活性のラフ構想を誘導する。ラフキナーゼに対する診断、治療標的としての関心は、近年新たなピークに達している。人の C ラフの遺伝子 RAF1 は3番、染色体上に位置している。少なくとも2種類のアイソフォームが記載されているが、 両者には、わずかな歳しか存在しない。主要な短いアイソフォームのメッセンジャー RN a は17個のエクソンから構成され、648アミノ酸から、なる、プロテインキナーゼをコードする。人の C、ラフタンパク質構造の模式図他の多くのマップ3、K と同様、C ラフは、複数のドメインから構成される、タンパク質で、 触媒活性の調節を補助する複数の負荷的なドメインが存在する。N 末端領域にはラス結合ドメインと新規ナーゼ騒動ドメイン1が隣接して存在する。双方の保存されたドメイン構造がこれまでに解かれており、それらによる調節機構が解明されている。RBD は指基金様ホールドを持ち GTP 結合型のラスタンパク質のみを 選択的に結合する。C1 ドメインは RBD の直後に存在し、システインに富み、二つの亜鉛ン,ンによって安定化される、特別なジンクフィンガーである。プロテインキナーゼ C のジアシルグリセロール結合 C1 ドメインに類似しているが、PKC とは異なり、ラフフファミリーキナーゼの C1 ドメインは、ジアシルグリセロールを結合しない。代わりに、セラミド、 ホスファチジン酸などの他の脂質と相互作用し活性化された GTP 結合型ラスの認識の補助も行う。これら二つのドメインが極めて近接して存在していることやいくつかの実験的データからはこれらは直接的な物理的相互作用を行うことでキナーゼドメインの活性オフに調節する単一のユニットとして機能することが示唆されている。歴史的に この自己阻害ブロックは CR1 と呼ばれており、ヒンジ領域は CR2、キナーゼドメインは CR3 と呼ばれていた。自己阻害状態のキナーゼの正確な構造はまだ明らかではない。自己阻害ブロックとキナーゼドメインの間には全てのラフタンパク質に特有の長いフラグメントが存在する。このフラグメントはセリンに富むものの、 関連するラフの間での配列の保存性は低い。この領域は構造を持たず、非常に柔軟性が高いようである。この領域の役割として、最も可能性が高いのは、固く折りたたまれた自己阻害ドメインと触媒ドメインとの間のヒンジとしての機能であり、分子内の複雑な動きや大きなコンフォメーション変化を可能にしていると考えられている。このヒンジ領域には、 14から3から3タンパク質の認識を担う小さな保存された領域が含まれるが認識が行われるのは重要なセリン残基がリン酸化されている時のみである。同様のモチーフはすべてのラフのシーマッタン付近にも存在する。シーラフのシーマッタン側の半分は単一のドメインへと折りたたまれ触媒活性を担う。このキナーゼドメインの構造はシーラフと B ラフの双方で詳細に解明されている。このドメインは他のラフキナーゼや KSR タンパク質と極めて類似しており、MLK ファミリーなど他のマップ 3K の一部とも明らかに類似している。これらはプロテインキナーゼの TKL グループを構成する。これらの触媒ドメインの特徴の一部はチロシンキナーゼとも共通であるが、TKL グループのキナーゼの活性は 標的タンパク質のセリンとスレオニン残ンのリン酸化に限定されている。ラフキナーゼの最も重要な機質はメック1とメック2キナーゼであり、これらキナーゼの活性はラフによるリン酸化に厳密に依存している。人の C ラフが属するラフキナーゼファミリーには他に B ラフと A ラフの2つのメンバーが存在し、これらは大部分の脊椎動物に存在する。 保存されていない N 末端と C 末端領域の長さが異なる点を除いて、これらには共通したドメイン構成、構造、調節機構が見られる。C ラフと B ラフに関しては比較的研究が進んでいるのに対し、A ラフの正確な機能には不明点が多いが、類似した機能を持つと考えられている。これらを高度する遺伝子は、脊椎動物の進化の初期に起こった、 遺伝子または、ゲノムの重複の結果、単一の祖先型ラフ遺伝子から生じたと考えられている。他の動物の多くはラフを一つしか持ち合わせていない。症状バイドローサーファラでは、PHL または、ダラフと呼ばれており、センチューシーノーラブディティスエディゴンスではリンマイナス45と呼ばれている。ラフキナーゼファミリーまた、多細胞動物には、ラフと密接に関連した。 KSR と呼ばれるキナーゼが存在する。哺乳類などの脊椎動物には、KSR1、KSR2 という二つのパラログが存在する。C 末端のキナーゼドメインは、ラフと非常に類似しているが、N 末端の調節領域は異なる。KSR にも柔軟なヒンジ領域と C1、ドメインが存在するが、ラス結合ドメインは全く存在しない。代わりに、 KSR には CA1、CA2 と名付けられた特有の調節領域が N 末端に存在する。長らく CA1 ドメインの構造は不明であったが、2012年に KSR1 の CA1 領域の構造が解かれ、コイルドコイルが付加されたサムドメイン構造であることが明らかにされた。この領域は KSR の膜結合を補助していると考えられている。 ラフと同様、KSR にもリン酸改存的な14から3から3結合モチーフが2つ存在するが、KSR のヒンジ領域にはさらにマップック結合モチーフが存在する。このモチーフの典型的な配列は、f ッ x f フェプロであり、アーク1 2経路におけるラフキナーゼのフィードバック調節に重要である。これまで知られているところによると、 KSR はラフと同じ経路に関与するが、副次的な役割しか持たない。KSR の内在的なキナーゼ活性は極めて弱いため、近年になってようやく活性が実証されるまで、長らく不活性な因子であると考えられていた。しかし、KSR のキナーゼ活性は、メック1やメック2のリン酸化には無視できるほどの気をしかしていない。 KSR の主要な役割は、ラフのヘテロに両体化のパートナーとなることであるようで、アロステリック機構によって、ラフの活性化を大きく促進する。同様の現象は、他のマップ 3K に関しても記載されている。例えば、アスク2はそれ自身では活性の弱い酵素であるが、アスク1とのヘテロに両体として、活性を持つ。自己阻害状態の C ラフの推定図。 リン酸化された二つのモチーフに14から3から3に両体が結合することで、この状態が強化される。シーラフの活性の調節は複雑である。シーラフはアーク1二経路のゲートキーパーとしての役割を持ち、その活性化は多数の阻害機構によって阻止され、通常は一段階で活性化されることはない。最も重要な調節機構は、 N マッタンの自己阻害ブロックとキナーゼドメインとの直接的な物理的相互作用である。その結果、触媒部位が閉じられ、キナーゼ活性は完全に停止する。この閉じた状態は、ラフの自己阻害ドメインがキナーゼドメインと競合するパートナーと結合した時にのみ解除される。活性化された低分子量 G タンパク質は、 C ラフの分子内相互作用を解除し、その結果として C ラフにはコンフォーメーション変化が起こり、キナーゼの活性化と気質の結合に必要な開いた状態となる。14から3から3タンパク質も自己阻害に寄与する。14から3から3は常に二両体を形成していることが知られており、二両体には二つの結合部位が存在する。二両体は手状のように機能し、 結合パートナーを一定の距離と配光に固定する。C ラフの2つの14から3から3、結合モチーフが正確に配置され、そこへ1つの14から3から3タンパク質に両体が結合した場合、C ラフは自己阻害を促進し、自己阻害ドメインと触媒ドメインの乖離を許容しない、コンフォメーションへと固定される。この C ラフの固定は、14から3から3、 結合モチーフのリン酸化によって制御されている。リン酸化されていない14から3から3、結合モチーフには、パートナーは結合せず、他のプロテインキナーゼによって保存されたセリンが、リン酸化されている必要がある。このイベントへの関与が示唆されている、最も重要なキナーゼは、タク1であり、リン酸元の除去を行うコースは、プロテインホスファターゼ1と、 プロテインホスファターゼにアンペア複合体である。ラフへの14から3から3の結合は必ずしも疎外的に働くわけではないことには注意が必要である。一旦ラフが開いた構造となって二両体化すると14から3から3は二つのキナーゼの間を橋渡しするようにトランスに結合し二両体を離すためではなく結合を強化するための手錠として機能する。 C ラフと14から3から3の結合にはさらに他の様式も存在するが、それらの役割はあまり解明されていない。二両体化も C ラフの活性の調節に重要な機構であり、ラフの活性化ループの臨酸化に必要である。通常は開いた構造のキナーゼドメインのみが二両体化を行う。C ラフのホモ二両体も他の因子とのヘテロ二両体も同様な振る舞いを示す。 B ラフを例にした、哺乳類のラフタンパク質の活性化サイクル。大幅に簡略した図であり、すべての段階が示されているわけではない。C ラフが十分な活性を持ち、活性化状態が安定化されるためには、さらに C ラフの活性化ループのリン酸化が必要である。現在のところ、この役割を果たすことが知られている、唯一のキナーゼは、ラフファミリーキナーゼ自身である。 しかし、パック1など他の一部のキナーゼも C ラフのキナーゼドメイン近傍の他の残機をリン酸化することができる。これらの副次的なキナーゼの正確な役割は未知である。C ラフの場合、活性化ループのトランスリン酸化には C ラフと KSR1 の双方が必要である。二両体は背中合わせに結合した構造をしているため、このリン酸化はトランスにのみ起こる。 キナーゼドメインの保存されたアルギニン残器とリジン残器との相互作用によってリン酸化された活性化ループはコンフォーメーションのシフトが起こってしっかりとした構造を取るようになり脱リン酸化が起こるまでキナーゼドメインを完全に活性化された状態に固定する。またリン酸化された活性化ループによってキナーゼは自己阻害ドメインの存在に対して悲観受精となる。 KSR の活性化ループにはリン酸化酸基が存在しないため、この最終段階は起こらない。一旦 C ラフが完全に活性化されるとそれ以上の活性化は必要なく、活性化されたラフは自身の基質と結合できるようになる。大部分のプロテインキナーゼと同様に C ラフは複数の基質を持っている。バット、アデニルサンシクラーゼのいくつか。 ミオ神経サホスファターゼ、神筋トロポニン T などが C ラフによって直接リン酸化される。RB タンパク質や CDC25 ホスファターゼも基質である可能性が示唆されている。すべてのラフ型酵素の最も重要な標的は MEC1 と MEC2 である。C ラフと MEC1 の酵素基質複合体の構造は未解明であるが、 KSR2MEC1 複合体の構造から正確なモデリングを行うことが可能である。この複合体では実際には触媒は行われないが、ラフの機質への結合様式は極めて類似していると考えられている。主要な相互作用面は両者のキナーゼドメインのシーマッタンローブによってもたらされ、MEC1 と MEC2 に特有の大きくディスオーダーしたプロリンに富むループも ラフの配置に重要な役割を果たす。メックはラフへの結合に伴って活性化ループの少なくとも2箇所がリン酸化され、これによってメックは活性化される。このキナーゼカスケードの標的はアーク1とアーク2であり、メック1またはメック2によって選択的に活性化される。アークは細胞内に無数の基質を持ち、転写因子を活性化するために、 核内へ移行させることもできる。活性化されたアークは細胞整理の多能的なエフェクターであり、細胞分裂サイクル、細胞移動、アポトーシスの阻害、細胞分化に関与する遺伝子の発現制御に重要な役割を果たす。C ラフの遺伝的な機能獲得型変異は稀であるが重篤な症候群のいくつかに関与している。こうした変異の大部分は 二つの14から3から3、結合モチーフのうちの一つに一箇所のアミノ酸痴漢が生じているものである。C ラフの変異は、ヌーナン症候群の原因の一つであると考えられている。ヌーナン症候群の患者は、先天性心疾患、低身長や他の気形が見られる。C ラフの同様の変異は、関連疾患である、レオパード症候群と呼ばれる。 複雑な血管が見られる疾患の原因ともなる。c ラフは実験的条件下では明らかに、肝遺伝子へ変異する能力を持ち、人の少数の腫瘍でも、肝遺伝子への変異が見られるが、人の発癌において、実際に主要な役割を果たしているのは、シマイキナーゼの b ラフである。調査されたすべての人腫瘍資料の約20%で、b ラフの遺伝子に変異が見られる。 これらの変異の圧倒的多数は V600E の1アミノ酸痴漢を伴うもので、この異常な遺伝子産物は臨床分子診断において免疫組織染色によって可視化することができる。この痴漢は活性化ループの臨酸化を模倣するものであり、正常な活性化制御段階のすべてを飛び越えて即座にキナーゼドメインを完全に活性化された状態にする。B ラフは 主に両体化によって自身を、そしてヘテロに両体化によって C ラフを活性化することができるため、この変異はアーク1 2経路を向上的に活性化して無制御な細胞分裂を駆動し壊滅的な影響を与える。ラスト B ラフの変異はどちらも主要形成に重要であるため、特に V600E 変異を有する B ラフを標的としたいくつかのラフ阻害剤が がんに対する治療薬として開発されている。ソラフェニブは臨床的に有用な最初の薬剤であり、人細胞がんや悪性黒色種など、それまでほとんど治療不能であった悪性腫瘍に対して薬理学的な代替手段をもたらした。ベムラフェニブ、レゴラフェニブ、ダブラフェニブなど、いくつかの分子が続いて開発されている。ATP 競合型の B、ラフソ外剤は、 K. ラス依存的な癌に望ましくない影響を与える可能性がある。これらは B. ラフの変異が主要因である場合には B. ラフの活性を完全に阻害するが、それとともに B. ラフ自身のホモ二量体化や C. ラフとのヘテロ二量体化も促進する。そのためラフの遺伝子には変異が存在せずラフの共通の上流活性化因子である K. ラスに 変異が生じている場合には、C ラフを阻害するのではなく、活性を高めることとなる。この逆説的な C ラフの活性化が起こる可能性があるため、B ラフ阻害剤による治療を始める前には、遺伝子診断によって、患者の B ラフの変異のスクリーニングを行う必要がある。RAF1 は、次に挙げる因子と相互作用することが示されている。ありがとうございます。